またここへ来てみました。すげえ水が綺麗ですよ。なんだか弁天池よりもこっちの方が落ち着くんですよね。人がいないからかな。あの奥から水が湧き出てるってことなんですよね。で、その水源の洞窟が少し離れた場所にあるって言うんですよ。そんなこと聞いたら川口浩探検隊世代のおいらにとっちゃワクワクして仕方がありませんからね。ってことで今からその洞窟へ行ってみようと思います。行ってみよう。あれですね。
なるほど、こういう場所でした。昔は中に入れてたみたいですね。ずっと地下を通ってあの池に注がれてるんですね。来てみて納得。まだまだ知らないところがあちこちありそうですね。またどこかへ行ってみます。